ロレンズ・ラーキンは、アメリカ合衆国の総合格闘家。カリフォルニア州、リバーサイド出身。ミレニア MMA 所属。ロレンズ・ラーキンとも表記される。スイッチヒッターでスピードを生かした、ローキックなどの蹴り技を得意とする。ボクシングとカンフーを学び、2009年に総合格闘技デビュー。2012年1月7日、ストリックフォース。 ロックホールド VS ジョルジンでキングモーと対戦し、パウンドで小負け。試合後の薬物検査でモーからドロスタノロンの陽性反応が検出されたため、ネバダ州アスレチックコミッションの裁定で試合結果がノーコンテストに変更された。2012年7月14日、ストリックフォースロックホールド VS ケネディでロビーローラーと対戦し、3から0の判定勝ちを収めた。 2013年4月20日、UFC 初参戦となった UFC オン・フォックス7でフランシス・カーモンと対戦し、0から3の判定負けを喫した。2014年5月10日、UFC ファイトナイト、ブラウン VS、シルバでミドル級ランキング12位残したフィリッポーと対戦し、小負け。2015年1月18日、UFC ファイトナイト、マクレガー VS、 シベルで、ジョン・ハワードと対戦し、パウンドで TKO 勝ち。パフォーマンス・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2015年6月27日、UFC ・ファイト・ナイト、マチラ・ VS ・ロメーロで、サンチアゴ・ポンジニッピオと対戦し、パウンドで TKO 勝ち。ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2016年8月20日、UFC202 でウェルター級ランキング7位の、 ニール・マグニーと対戦し、TKO 勝ち。2016年12月6日、ラーキンは UFC5 勝5敗でフリーエージェントを果たした。2017年6月24日、ベラトル初参戦となったベラトル NYC の世界ウェルター級タイトルマッチでドゥグラス・リマと対戦し、0から3の判定負けを喫し王座獲得に失敗した。 2018年1月26日、ベラトル193でフェルナンド・ゴンザレスと対戦し、3から0の判定勝ち。ベラトル初勝利となった。ありがとうございます。